第5総合的弾兵旅団、クールヘッセンは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。ホンベルクに旅団司令部を置き、旅団励化部隊は主にクールヘッセンに駐屯していた。旅団は1956年に、ドイツ連邦国境警備隊の B に戦闘軍として、ゴスラーにて編成される。1957年に、旅団司令部はホルツミンデン、その後カッセルに移転する。戦闘軍は、 以下の通りであった。1959年、戦闘軍は第5総攻的弾兵旅団に改変、解消され、第2総攻的弾兵士団霊下となる。1961年に旅団司令部はホンベルクに移転する。1959年、第2装甲公兵大隊第4中隊は第50装甲公兵中隊として改変され、 第5装甲的弾兵旅団に編入される。1960年の旅団励化部隊は以下の通りであった。1975年にボルフハーゲンの第50駆逐戦車中隊は第34装甲旅団に配転される。陸軍編成に基づき、1976年から旅団は試験旅団の一つに指定され、再編成の対象となる。 1980年に試験は終了し、旅団は再び再編成される。再編成時の霊化部隊は以下の通りであった。次はモデル旅団に指定され、第53戦車大隊は解体される。1980年に霊化の第56両兵大隊は解体された。1989年に旅団の愛称にクールヘッセンが与えられる。 1989年に、総合的弾兵大隊の整理が実施され、第51総合的弾兵大隊、第52総合的弾兵大隊、第53総合的弾兵大隊、第54戦車大隊及び、第55総甲砲兵大隊で構成された。1993年に、第63戦車大隊と、第64戦車大隊が、霊下に収まる。 1994年に第二装甲的弾兵士団は解体され、旅団はマインツの第四防衛艦区司令部第五装甲士団に配点される。陸軍第五次編成により、旅団には以下の部隊が霊下にあった。1996年に旅団は解体される。ありがとうございます。